はい、ありがとうございます。SPD-1 はですね、下水道を調査するロボットとして開発しております。主にですね、今車輪型のロボットが使われているんですけども、車輪型だとですね、行けない場所であったりとか調査しづらい場所があったりするので、それを解決するために客式というところで今開発を進めております。耐用年数が50年近い形でなんですけども、それにも近い下水道管でもたくさん出てきています。そういったものを検査していく中で、圧倒的にもう人手が不足していてですね、まだまだ検査できてないっていう下水道管も増えてきまして、そういった問題を解決するために今の技術だとなかなかできないところもあるということを伺いまして、新たなロボットというのを開発進めております。下水道にある堆積物に対して騒音性を上げるために客式にしております。現在ですね、この SPD-1 の方は、検査目的の機能としていろいろと開発を進めているところですが、将来的にはですね、検査だけではなくて簡単な修理といった、そういった人が手を下すっていうところもワークロイドの方が代わりにできればと思っております。